本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、今回はですね、フェイト究極の生と同、何この劇場アニメ、心の底から劇場で見たかった。今回ですね、劇場版フェイトステイナイトヘブンズフィール1プレジャーフラワー、こちらを鑑賞させていただきました。この作品はですね、2020年にですね出したアニメイト福袋開封動画の中で5つ選んで、その作品を全部見て、レビューするという企画の一本となっております。で、今回ですね、こちらフェイトステイナイトというものですね、出ましたので見ました。はい、というわけでですね、今回の福袋動画は、まあ、サムネイルを見てる方はもうお分かりの通り、アニメイトですね、普通にただ開封してこれ出てきましたっていうのは面白くないので、ここに出てきた、アニメの作品を、2020年年内に、必ず全部見るという。で、あ、フェイト見てないけども、名前は知ってます。フェイトは見たいね。劇場版フェイトか。あ、これは見やすいかもしれない。出したんですけども、現在12月に撮影しております。もっと早く出せよと言いたいところなんですけども、いや、本当に良かったです。で、早速ですね、こちらを紹介していきたいと思います。はい、こちらの作品はですね、2017年に劇場公開された約120分の映画となっております。ちなみにですね、今現在なんですが、この作品の前にですね、同じ福袋動画で出てきましたフェイトをですね2本、見ております。そんな状態で劇場版の第1本目ですね、原作の位置づけがですね、原作ゲームは聖杯戦争と呼ばれる魔術師の儀式に巻き込まれた主人公と彼と共に行動し、次第に恋愛関係になっていく3人のヒロインによる物語で、3つのルートから構成されております。はい、で、このゲームなんですが、プレイ可能な順番から決められており、順番にフェイトルート、アンリミテッドブラックウォークス、そして今回のヘブンズフィールというですねルートがありまして、今回この最後のルートを劇場アニメ化したものが本作となっております。はい、で、ストーリーなんですが、少年は少女を守りたい、そう思った魔術師と英霊が、はい、ストーリーが長いのでちょっと省略いたします。はい、じゃあですね、ここからはですね、個人的に作品を見て思ったことをレビューをですねさせていただきたいと思います。はい、で、まずですね、見ましたところ、まず初めに感じたのは、もう本編スタートした導入部分から常に何かが起きそうな感じ、いつとまではいかないんですけど、なんか不安感が漂うシチュエーションがもう広がってんですよ。そういったところですごい心がっていうか、もう引き込まれる感じがありました。この演出はなかなかすごいと思います。なんていうか、不安感で、次どうなるのみたいな、どうみたいな感じで引き込んでくる新しい感覚で見させていただきました。はい、そしてあとですね、本作のまあヒロイン、ヘブンズフィールは桜ルートと呼ばれておりまして、このクリアファイルの、こちらですね、桜というキャラクターがかなりキーポイントになっております。言うと、もうけなげな妹的な感じです。主人公と同じ学校に通う同級生がいるんですけども、同級生の妹なんですよ。主人公はですね、弓道部で怪我しちゃうんですよ。怪我したところで同級生の同じく弓道部の妹、まあ、桜がですね看病しますと来るんですよ。まあ、このね、同級生の男もですね、まあ、めちゃくちゃ嫌なやつなんですよね。妹をなんかいじめたりしてるんですよね。声聞いたらわかるんですけど、ザ妹系なんだけど、なんか逆になんかゾッとする感じ、怖さっていうのをすごい感じました。で、現在監督はですね、このヘブンズフィールの第1章、他のフェイト、ステイナイトを見ていないので、この後桜がどうなるのか全くわかんないんですけども、桜はその主人公のことを先輩って言うんですけども、先輩は、なんだかもう喋り方が怖いんだよね。先輩は、私が悪いことをしていたらなんかみたいな感じで似てないんですけども、学校にこんな喋り方いたらもうそういうグループからもうボコられる感じなんですよね。はい、劇中でもなんか隠し事をしてる感じで描かれてるんですよ。まあ、多分2章3章で多分やばいことになるかと思うんですけども、まあ、第1章はですね、まあ、それをなんか抑え込まれてなんかあるぞみたいな感じで描かれてるので、最終的にその桜がどういったキャラクターかわからないけども、とにかくなんかゾッとするようななんかやばいオーラが漂っています。それを主人公大丈夫か、そこ行って大丈夫かみたいな、そういうなんかゾッとしたものあるけども、なんか幸せになってほしいなっていう感もあるんですけども、フェイトなんですよね。残念ながらこれはフェイトシリーズなんですよね。まあ、フェイトシリーズはですね、もう過去に3本4本見てるんですけども、ハッピーエンドはなかなかないんですよ。もうなんかしらあるんですよ。
はい、伏線がね、ちらほらちらほら出てきてんで、もうすごい心奪われました。はい、あと本作なんですけども、動と静の落差がすごい、これ見てびっくりしましたね。まあ、最初に言った通りですね、不安感漂う日常シーンから一点アクションシーンの迫力といったらすごい、全部のシーンじゃないんですけども、めちゃくちゃヌメヌメ動くシーンがあるんですけども、バスに乗って、やりなのかな、なんかこういう感じでなんかやってんですけども、日常のシーンは淡々と、かつリアルに描かれております。 2D アニメの限界突破っていうですね、バーンと出てもいいぐらい、このシーンだけを見るために見ても絶対に損はないと思います。とにかくすごい、おそらくとてつもない時間と労力がかけられたシーンとなっております。はい、であとですね、この作品なんですが、やはりそのフェイトシリーズですね、ヘブンズ、これとこれですね、でも大体そのルートが違うだけなので、まあ、展開はかなり変わってきているのですが、ルートが違うので、3話はですね、その主人公と英霊、サーヴァントがですね、契約するまでの流れとかはもう全部はしょられております。初めてフェイトを見るときにこれを見ちゃったら、あれ飛んだみたいな。監督自身も、あれやべ、寝落ちした、いや、そんなわけないかみたいな。置いてかれたぞみたいな感じはありました。まあ、ですが、まあ、そういったそのシリーズを見てなくても、監督自身は普通に楽しめました。でもですね、ちゃんとしっかりストーリーを見たいって方は、先にですね、どちらかを見て、ある程度その契約の流れとかを見た上で、この3作を見るのが、ルート3を見るのが、とてもおすすめかと思います。はい、というわけでですね、今回はこちらのですね、Fate Stay Night Heaven's Feel というアニメを劇場版をですね、見ました。いや、とにかくすごかったですね。ちなみになんですけども、2はもう劇場公開されて、もう DVD 化されておりまして、3がですね、なんと2020年の8月に公開していたということでですね、もう終わっちゃってんですよ。くっそー、見たかった。もっと早くこの作品見てれば、もう2を見て、3を劇場で見たかった。いや、今めっちゃ後悔してますね。だってこの1話でこの衝撃、このクオリティ、もう2話はまたさらに絶対やばいでしょ。で、3話もう完結編でしょ、もう絶対やばいでしょ。というわけでですね、なんだよ、やめろよ。というわけで、劇場版フェイトですね。まあ、とりあえずですね、この2がですね、見れるので、近日ですね、ちょっと見たいと思います。はい。ということでですね、このチャンネルではですね、今回のような、映画レビュー、アニメレビューだったり、劇場映画だったり、商品レビューを主に出しております。自分がですね、とても響いた作品、そしておすすめしたい作品のみを厳選してお届けしておりますので、もし興味がありましたら、チャンネル登録をして、ぜひ他の動画も見ていただければなと思っております。はい、というわけでですね、また次の動画で会いましょう。